エゴかったら言う。アイリスの夢は、うわ、リーダーはいじめられてるみたいです。あれ、ご自身してます？あれ、聞いてない。いやー、一発目にだらしないのか。一発目じゃないか。まあまあ、いいよいいよいいよ。はい。ごめん、維新伝心しなきゃいけないんだよね。まあシンプルに思った。最初だから、最初だから、そうだ、自己紹介の意味も込めましたね。はい。はい、オッケー。せーの、ポンと。私、赤根屋さん、過去ひみ。私もひみちゃん。あ、え、コット。山北さっき。違うから、え、なんか家とかがスーパー汚いイメージはある。確かに最初の頃めっちゃ言ってた。でもめっちゃ片付け好きだから、片付けたら止まんないから。ひみちゃん家汚かったよ。まあまあ前でしょ、前でしょ、今綺麗だから。なんかさっちゃんって綺麗、いや家の話とかよりはいろんなものを置いてて、あー、片付けで残し食べ、そうそうとか、まあ、最悪じゃん。一番見られる。明快したい。持ち物が多い。ああ、やっぱ物が多いっていう。そう、物を買っちゃうからっていうだけで、ゴミとかちゃんと片付けるよ。ありがとう、ゆうちゃん。あれ、ゆうちゃんどうした？まあ、維新伝心失敗でしたね。あ、あれ、これはもう、迷ってたじゃん。迷ってたじゃん。というわけで、リーダーはいじめられてるみたいです。じゃあアイリスで一番の癒しキャラは、癒しでもさ、癒しキャラってうちいないの？ないやどうした、5台どうする？でも癒一番、じゃあこの中でも一番癒される。癒される？いや、させないけど、これ一心伝心すると思うよ。いろんな意味でね、癒されてますよ。はい、せーの、はい、山、修造マネ。お、え、私はゆきちゃんかな。はい、私ついて言うならゆきちゃん。あら、あ、ここ結構合いますね。何よ、一心伝心してるな。あれ、うちらって3人グループだったの？正直、サキ様と迷った私。でも自分を選んだ。あのね、ゆきちゃんはかつてそうだったの。かつて、ゆきちゃんじゃ自分のこと選ぶようになったあたりからちょっと変わったよね。ちょっとすごいそれ思う。すごい思う。あれ、純粋さを失ったの。そう、ゆきちゃんそれ最近はなんか一番いい子なのとか全部自分をあげるようになったの。最近のゆきちゃん。だから私もじゃあ、一番性格きなあるのに認めてくれるリーダーに1票。はい。なるほどね。みんな本当にいいの？いや、私はゆきちゃんの純粋な癒しっていうよりは、あのよくドジするところが面白いなって、そういうカメラもじゃない、本気で傷ついてるから、本気で間違えちゃったりとか、そうそうそう、そういうところに可愛いなって可愛いなって言うたって、ドジっ子キャ
ャラだってどうですか。あ、ドジっ子キャラかぶってる。あれ、鍵を開けてる。あれ、別にドジっ子演じてないんで。あれ、ドジっ子演じてますよね。あれ、演じてない。ちょっと待って、2番目でギスギスなんだよ。やめよう。怖い怖い。ギスギスすなよ。次、わかりやすい。ギスギス。これ、ギスギス。アイリスの中で、一番、この中で女子っぽいのは誰。女子で、難しい、どこで。あれ、自分で言っといてかけられちゃった。女子でしょ。でも、うん、そうだな。せーの、ヤマ。ヤマ。あ、私ゆう、ヤマ。あ、迷ったんだよね。え、ちょっと待って、自分それはない。それはどういう、まあ、これ初めてね、あんまり知らない方もいるかと思うんですけど、結構ボーイッシュでうー出るじゃないですか。今日を機にちゃんと女子なので、思ったんだよね。なんかアイリスの YouTube やけに女子感出てるなと思ったんだよね、今日の、うん、今日さすがにスカートですよ。フリースカート可愛いですね。そうそうそう、女の子なんだよって。あの、もうこの雰囲気からしてダメだね。できてる、その弁解できないよ。ちょっと嬉しいよ。じゃあ迷ったんだよ、誰と。私を言うと、さき様と迷って、なんか女の子のジャンルが違う。あ、そう、確かに、うん、確かに。アーティスに対して本当は女の子なんだけど、それ隠してんだよ、ずっと。ビューは、ね、確かに確かに確かにね。家帰ると絶対ニャンニャンしてるニャンニャンとニャンニャンしてる。そう、ニャンニャンしてる。次行けばいいんじゃない。確かに。なんで山って書いたの。みんな一人で来ちゃいけないから。あ、いつも連れてトイレ行けない。確かに。まあ、総合的に。ありがとうございます。満足したようです。まあ、これはまあアイリスとして、まあ、一緒だといいなっていう希望も込めて、うん、今までで一番印象に残ったライブ。うん、一緒いいんだ。一緒だといいなって思ってさ。印象に何？印象に残ったライブ。印象に残ったというか、まあ、好きだった。違う、好きとは違う。よかったなみたいな。よかったなっていう。え、よかったな。あ、よかった。どっち？え、決めて。難しい、これ。決めて。分かった。一番感動したライブ。感動。やりきったライブ。やりきった。やりきった。やばい。やばい。どれ。分かった。じゃあ、エモかったライブ。エモかったライブ。いや、もうねえ、一番布教したいライブ。難しい。わかんない。いや、マジだよ。マジ。布教したいな。あ、私が。DVD が出ているものですか。あ、じゃなくてもいい。本当にこれ良かったんだって自慢したい。ライブ。で、今20個くらい言ってる。え、待って、全部違う。布教したいライブ。一番布教したいライブね。一番布教したいライブは、やっぱそう。え、布教ね。布教ね。布教ね。おい、布教ね。わかんない。わかんない。ごめん。せーの、ヤマ、フィーバー、チェリーフィーバー。あ、やべ、カーニバル。あ、バカフィーバー。やべ、スゴフィーバー。やべ、ほんとにごめん。いや、フィーバーと迷った。フィーバーだよね。やっぱ、アイリスってやっぱフィーバーですよ。全然、フィーデーも出てないんですけど、あの、今ツアー中。バイチですね。あ、さすが。番宣ってやつだ。番宣だね。せー。このね、チケットね、フィーバー素晴らしいので、あの、DVD は。ちょっとね、古いがなかった。ただ、不況と違う。不況と変わるよね。そう。だから、武道館とかだったら、DVD を見て、今のアイリスにあっても、あれだよね。そう、ちゃんとね、成長したよね、あれから。そうだね。確かに。もう、惜しかったですね。惜しかったですね。ラスト決めたいな。アイリスの夢は、うわ、えすげえ莫大じゃない。一言で聞いた。むずくない？今のアイリスちゃんの夢なの？今ね。今のアイリスちゃん。今のね。でもそういうものだと認識したんだけど。そういうことでいいの？そういうことでいいんだよ。私、ひみちゃんと一緒な気がする。そうだよね。なんか、そうだよね、きっと。今だもんね。わかった！わかった！きっとこれ、待って。合ってると信じて。合ってると信じて。私が、さっきから場を乱してるからちょっとわかんないぞ、私。大丈夫かな？ちゃんに合わせた。ほんと？多分。信じる。はい、だキムちゃんに合わせたヒント。せーの、ダン。ヤマ、チャンネル登録10万人 YouTube 10万人10万人登録達成。ツアー感想10万人登録達成。
さよなら。え、そっか、今 YouTube 聞いてた。なんか、ゆきちゃん今で気づいてくれるかなと思ったわけやった。今ツアー中だなと思って。あ、じゃあそちら今ね。でもさっきそうカーニバルって言ってたからそこに引っ張られてね。不思議にね。いやー面白いな。はい、というわけで以心伝心ゲームやってみたんですけれども、はい、うん、9年間やってて、一つも一致せずの結果になりましたが問題だな。どうでしたか若き。いやー天才でしたね。みんなごめんねごめんって何で咲きちゃん泣いてんの。いや、若ちが大人になったなって思って。え、どこが天才だったなみたいな発言が大人になったな。なんだよ、どうにかしてよ。やばい、この空気死ねーわ。死ねーですね。というわけで、一心伝心ゲームやってみたでした。イエーイ。お疲れ咲き様。お疲れ咲き様。